じゃあ今日はおかんのツムとの交流するか。ツム襲来時、まあ言うてうちのおかんもツムみたいな体型してるけどな。ジェイド、フロイドにリオの状況確認と現状報告を指示してください。ああ、過去ね。降ってきた頃ってことか。普段はともかく異変が起きてるとなれば、リオの様子を見に行くぐらいはしてくれるでしょう。なんだかワクワクしてきました。まあちょっとわかるよね。いつもと違う雰囲気ってワクワクするよな。一方その頃ってことか。うん、穴から現れた物体の落下地点と思われる場所まであと少しですね。慎重に進みましょう。何が待っているか分かりませんから。確かに上から降ってきたツムにさ、上から降ってきたツムが頭にぶつかったら死ぬんじゃねえか。なんか結構重そうだったよな。歩いてるうちに目標地点がずれてしまったのでしょうか。もう少し探しましょう。常に辺りに気を配りながら。小動物でしょうか。嬉しいのいい。これはもしかしてツム、以前フロイドが世話をしていた。今回もフロイドにの、いやジェイドにやツムか。でもターミネーターの世界みたいにさ、ツムのツムの世界からこれ先行部隊なのかもしんねえな。大量に同じツムが攻めてくる可能性がある。で、大量に集まった結果、恥で消えると思う。僕はもう少しこの辺りを探してみます。というわけで、ジェイドのツムだけではなく、この僕に似たツムも追加で発見したというわけです。ちゃんとメガネしてるしな。つうかアズール、よく俺にかジェイドにかの区別がついたね。どういうことです？だってツムがジェイドに似てるっつってもパッと見は俺の時のツムと全然変わんないじゃん。まあ丸いしな。あーなんだそんなことか。ビジネスをする上で人の特徴をすぐにつかめないのはそれだけで大きな損失につながる。これぐらい見分けるなんてことはなんてことありません。へーまあそういうことにしといてあげる。感動しろよ。双子が自分のことを見上げてくれるってのがなんか嬉しいポイントじゃねえのかよ。明かしてもいいことでしょ。今からツムの研修を兼ねたテストを行います。え？あ、ツムも働かせるってこと？は？どういうこと？彼、ツムとはモストロラウンジで働いていただく契約をすでに凍結しています。まさかツムにキッチンやらせんの？しかもキッチンをやらせんの？配膳とかじゃなく。ああ、そうだよね。ツムにはホールを担当していただきます。適材適所あるもんな。こんな短い手足じゃ料理作れんだろ。せっかくツムに働いてもらうのに客の目が届かないキッチンに配置しても意味がない。まあ確かにそれもそうか。物珍しいんだからな。目に触れた方が、まあ、ビジネス効果はあるか。基本的には客に対して愛想を振りまくことさえできれば問題ありませんが、まあ確かにパンダが配膳してきたら喜ぶもんな。俺も嬉しいし、パンダが注文した肉持ってきても食っちゃってもまあしょうがねえかって思うしな。はいはい。ケチャップをかける、塩を振る、小さい旗を立てる、とにかくどんな些細なことでも、まあ実際ディズニーランドでもやってるしな、ミッキーたちが。そこでこれからツムには調理段階から手伝っていただき適性を確認します。なるほど、どこが一番得意なのかってことか。張り切っています。ぜひとも頑張ってください。いいね、なんか全てを尊重するというか平等に扱うアズール。てかこいつは料理作れんの？レストラン経営してんだ。いやでも海鮮系のレストランなんだろうな。戦場レストランみたいな。
昔サンジがいたレストラン。ツムが皿洗いしたら溺れるんじゃねえか。病床のいい。なんだかんだこいつは共存し合ってんだ。ちゃんとなんで食堂の厨房に来たんだ。そこまで面白いものはないと思うが。みんな食堂でツムを働かせようとしてる。この学校なんかすごいな。多種多様な人物いっぱいいるよな。ゴーストといい、ツムといい、厨房すごいことなってんだろ。実はここに来たのはジャビルに料理を作ってもらうためなんだ。はあ、せっかくツムが来てくれたんだ。昼飯もツムと一緒に宴にはなかった料理を食いたいと思ってさ。まあ、おもてなしはいいけどな。カリム、急にそんなこと言われても困る。別に料理を作ることは問題がないが、食材なんて持ってきてない。シェフゴーストに頼めば多少は食材融通してもらえるだろうが、ゴーストにとはいかないぞ。そうなのか、どうしよう。まあ、隣のやつからもらってくるしかないの。ちょうどジェイドあたりが、もう、つながった。僕たちが持参した食材を使っていただいて構いませんよ。優しい。なんか意外にそこら辺融通効くんだな。結構ケチキャラかと思ったんだけどな。ビジネスビジネス言うから、お金にがめついとかそういうイメージだったけど、そういうことないんだ。あ、はーい。ただもちろん無償ではありません。食材を提供する代わりに僕たちの料理も作っていただきます。まあ露骨に否定するんじゃなくて、自分に利があることをしてくれるんだったらいいよって融通が効くから、まだいいよな全然。実は僕たちも諸事情から料理を作ろうと思って海鮮や米などの食材を持ってきたのはいいんですが、料理を作ろうと思う諸事情ってなんだ。まあお気になさらず、こちらの通報ですから。フロイドが急に飽きてしまってだろうな。だっていちいちツムに合わせて作業するのめんどくせえんだもん。こいつ歩くの遅いから一緒に歩きたくねえんだもん。海蛇くんが作る料理なら俺の知らないものもありそう。面白いけど手伝ってやるよ。海蛇くんってどういうあだ名なの。魚くんみてえな。さあ、こいつら地面とか這いずり回ってあげたからさ、衛生面としては最低だよね。あ、ちょっと気持ちいい音が。ちょっと待って、ツムなんかしてる今。俺今脳筋集中してるんだけどさ。あ、すごいすごいすごい。あ、なるほどね。すげえ、ツムいらねえ。さあ、ラディが犯人ということに目星がついたんで、ちょっと尋問しに行くか。頼むー、ラギーブチはどこなんだぞ。ちょ、術使えないように手足を縛ってから腹パンしよう。うっす。って、また君らっすか。何度言われてもデラックスミンチカツサンドはもう返せないっすよ。ラギーブチ、今学園内で起こっている選手候補連続傷害事件について聞きたいことがある。腹パンしてデラックスメンチカツサンドを吐いてもらってもいいんだぞ。グリムならそれ食えるからな。うまいんだぞって言って食うからな、あいつ。それでもいいんだぞ。おっと、そいつは穏やかな話題じゃなさそうっすね。ちょっと表に出てくんない。わかったっすよ。だから
乱暴な真似はやめてほしいっす。さて、どんなものかはっきりしないけど、ラギーにユニーク魔法を使われると厄介なのは間違いなさそうだ。確かに。僕のオフイズイヤーヘッドで。あれれ、リドル君、マジカルペンなしにそんな強い魔法を使って大丈夫っすか？え、あれ、僕のマジカルペンがない。おい、ケイト、お前のペンもねえんだぞ。俺のペンもない。もともとなかったわ。嘘、マジで？あんたら、さてはお坊ちゃん育ちっすね。懐ガラガラ、好きありすぎ、楽勝で取れちゃったっす。もうこの時点退学だろ、こいつ。ほな、あいつ、いつの間に魔法を使って二人のマジカルペン盗んだんだ。いやっすね、こんなの魔法使わなくたって余裕っすよ。シンプルに手癖が悪いのどうかと思うわ。ってわけで、こんなとこでボコボコにされちゃたまんないんで、退散させてもらうっす。バイバーイ。こら、待つんだぞ。待て、止まらないと首をはねるぞ。オフイズ。ちょっと待った、リドル君、やっと体からブロッドが抜けたばっかりなんだから、ダメだって。不便だね。いやー、お前のフラミンゴ当番用のピンクの服すごかったわ。ドピンクのヒョウ柄って逆にどこで売ってんだよ。ドンキホーテもちょっと仕入れ困るだろ。仕方ないだろ、ピンクの服がそれしかなかった。自前なんだこれ。つーか、結局変なルールがたくさん残ってるよな。前よりマシだけどさ。あ、エースちゃん、デュースちゃん、いいところに。え、どうしたんすか、そんなに慌てて。連続傷害事件およびマジカルペン窃盗の犯人が逃げた。君たち、今すぐラギーブッチを捕まえろ。さもなくばお分かりだね。え、俺らとバッチリじゃん。本当だよな。今回はお前ら悪くないのにな。頑張れ。3人がかりでそんなもんすか。大したことないっすね。あんなに走ってんのにな、こいつら。なんなのあいつ、めちゃくちゃすばしっこい。ただ足が速いというより、高低差を飛び越える能力が尋常じゃないな。ああ、動物的なことってことね。うん、俺様でも追いつけないなんて。もう治れだな、お前も。こんなんスラムの裏道に比べたら余裕っすよ。つかさ、もしここで俺を捕まえたって、あんたら俺が犯人って言い切れなくないっすか。そもそもそうだよ。なんだと。だって俺が怪我させたって証拠ないっすよね。誰か俺が魔法使ってるとこ見たんすか。やめろ、それ以上語るな。そんで、それ写真に撮ったりしたんすか。してないっすよね。それは、ここに金田一君いたらもう、ん？おかしいぞってなるからな。卑怯者？褒め言葉っす。次に俺を追い回す時には証拠揃えてから来てくださいっす。だったらもう最初から追いかけっこしないで話聞かせてくれよ。まあ、君たちじゃ次も無理だろうけど。いやもう授業中に針行こうぜ。授業中とか飯食ってる時とか、その動けない状態の時に行こうぜ。トイレ入ってる時とか。悔しいんだぞ。さすがにお腹痛い時に追いかければ大丈夫だろ。じゃ、今日の追いかけっこはここまで。あ、さっき取ったマジカルペンはここに置いとくっすよ。バイバーイ。くっそー、腹立つ。ローズハート寮長に首をはねられる。次もって言ってたね。てめえら、まだ懲りずに犯人探しやってんのか。ジャック。んだよ、見てたんなら手伝えよな。オタクんとこの先輩、超悪いやつなんですけど。お前ら、なぜそんなに他人のために必死になれる。他人のため。怪我したダチの敵討とうって気持ちはわからなくもねえが。お前もやんか。お前もやんのものか。は、何言ってんの。え
誰が他人のためなんかにやるかっつーの。そうだな、お前はそういうやつだ。僕たちはこの事件の犯人を捕まえて手柄を立てたいだけだ。そうそう、あわよくばマジカルシフト大会の選手枠に入りたいし、で世界中にいいとこ見せたい。俺様だって絶対あいつを捕まえてテレビに映ってやるんだぞ。俺は言われたからだけです。トレイ先輩には悪いけど出番はいただきみたいな。他人のために動くようなやつは信用ならねえと思ってたが。他人に言われただけです。俺はなんか特に捕まえても理はありません。お前ら思ってたよりひでえやつらだな。暇だからやっただけです。なんだよ、俺らよりお前の方がひでえじゃん。その様子じゃ知ってたんだろ、あいつが事件の犯人だって。あ、そうか、同じ寮だから自分は狙われないって言ってたのか。そもそも確かにさ、この理由としてはマジフト大会のね選抜メンバーを減らすっていう理由だったから、サバナクロー寮だけ減ってなかったらおかしいよな。おいてめえら俺と勝負しろ。なんでだよ。はぁ、突然なんだよ。男が腹割って話すんならまずは拳からだろ。うわぁ、腹パンの出番だ。てめえらが口だけのやからじゃないと俺に証明できたら、俺の知ってる話を教えてやってもいい。おめえら下がってろ、ここは俺の出番だ。ナイフエッジデスマッチをするぞ。ナイフを床に刺してかかとをつけて、それ以上下がったほうの負けのナイフエッジデスマッチだ。いえ、俺そういう汗臭いの苦手なんだけど。下がってろ。俺はそういうの嫌いじゃねえぞ。わかりやすくていいじゃねえか。俺とデュースやる。ふな、デュースの悪スイッチが入っちまったんだぞ。よっしゃ、俺が腹パンするからデュースお前が受けろ。ドラー、うわドラー。なかなか鋭いのを打ち込みやがる。いいぞデュース、お前が受け続けろ。そして俺が腹パンする。そっちこそやるじゃねえか。お前のパンチ俺様のハートに響いたんだぞ。お前食らってないだろ。お前ら空気に飲まれすぎじゃねえ。はあ、もう選手枠とかどうでもいいわ。しんど。うせ、こう男同士はな、こういう時河原で殴り合ってな、寝そべってお前やるなっていうのは定番なんだ。エースは黙ってろ。勇気に向かって走ろうぜ。よし、これでけじめをつけた。俺の知ってることは話してやる。けじめって何のけじめだよ。俺自身の心のけじめだ。所属料を裏切ることには違いねえから。もうジャックいいやつだよな、普通に。だが俺はもう我慢ならねえ。正義感あふれるよな。どんなに強い相手だろうが、自分自身の力で挑んでこその勝負だろ。今回の大会だって俺は自分がどこまでやれるのか挑戦するつもりで自分を鍛えてきた、卑怯な小細工なんてヘドが出る。そんな勝利に何の意味がある。あ、熱血系ヴィランだ。でもな、ヴィラン感ないよな。でもたまに寮にいるよな、ヴィラン感ないやつ。サバナクローだとジャックだし、まあ、ハーツラビルは全員ヴィランだけど。ハーツラビル全員ヴィランか。でもカリムとかな。自分自身の力で勝ち上がっててっぺん取ってやりたかったんだ。君らビランかみたいなの多いけどな。あ、こいつすげえめんどくさいやつだ。なめんなエース、お前は黙ってろ。わかる、俺はわかるぞ。その気持ち。もう俺たちで寮作るか、デュースと俺とジャックで。刀剣寮作るぞ俺たちで。こっちにもめんどくさいやつがいるんだぞ。ラギー先輩のユニーク魔法は相手に自分と同じ動きをさせることができるものだ。操りたい相手と同じ動きをすることによって本人の不注意に見せかけて事故を起こしてきた。なんか能力単品で見るとそんなに強い魔法じゃないっぽいけどな。頭がいいとやっぱいいんだろうな。なるほどね。だから食堂ではバレないようにグリムと同じ動きをしてパンを交換したってわけか。くそー、その話が出るたび腹が立つんだぞ。食べ物の恨みは恐ろしいんだぞ。それ難しいよな。だって自分が
自分の動きが相手が真似するってことは、階段の時に転ぶような素振りをして、で魔法を解くってことか。一瞬だけ自分と同じ格好にさせるってことか。でも待てよ、ターゲットのそばで階段から飛び降りるような動きをしたらすぐ怪しまれそうなものじゃないか。確かに、なんかそういう動きしたらおかしいよな。一人で平面でマイケル・ジャクソンみたいな動きしたらおかしいよな。一連の事件はラギー先輩が単独でやってるわけじゃねえ。え、何？じゃあもう一人がラギーを背負ってもう一人がラギーを肩車して、その肩車の上でラギーがポーズを取ったってこと？おそらくサバナクローリオの奴らほとんどがグルだ。大規模？そいつが言うようにターゲットのそばで変な動きをしていれば目立つ。まあそうだよね。だから寮生どもがラギー先輩の壁になって目立たないようごまかしてるんですちょっと滑稽だなそれじゃあ寮生の中でラギーが変なポーズ取ってんだ。あれ寮ぐるみの犯行、どうしてそんなこと。椅子からずっこけるみたいな、そういうポーズ取ってんだ。マジカルシフト大会での順位や活躍ってかなり将来に響くんだろ。そうね、サバナクローなんかプロの道は叩いたっつったもんね。だったら気持ちは分からなくもないけど。うわ怖い怖い怖い、どうしたどうした。うわ怖っ、歯むき出してうなるなよ、冗談じゃん将来よりも今だろ。今の自分の実力を見せつけなきゃ意味ねえだろうが。俺が特に気に入らねえのは寮長レオナ・キングスカラーだ。あいつはすごい実力があるはずなのにちっとも本気を出しゃしねえ。過去になんかあった系だな。確かにあいつダラダラしてるのにめちゃくちゃ強かったんだぞ。だろ、せっかく持ってる力をなぜ磨かない。俺はそういうやつが一番嫌いだ。3年前レオナ先輩が大会で見せたプレーは本当にすごかった。だから俺はこの学園に入れて。ああ、はいはいはい。レオナのことを尊敬してるがゆえのね、お怒りですね。サバナクロー寮に入って、あの人とガチでマジフトの試合がやれるんだと思ってたのに。蓋を開けてみればメンチカツ食ってだけの男。あのさ、監督こいつさっきからずっと自分とこの寮長に文句言ってるようでいて。今までの事件は奴らにとって行きがけの打賃みたいなものだ。奴らはもっと大きなことを目論んでる。大きなこと？まあそうだよね、マリウス倒したいのに他の寮生怪我させてどうするんだって話したもんね。ディアソムニア寮寮長マレウス・ドラコニアだ、奴は化け物並みのパワーでディアソムニア寮を2年連続優勝に導いた。多分週刊誌かなんか呼びながらディスク飛ばしたと思うけど、あいつそのせいでサバナクロー寮は無得点のままトーナメント初戦敗退。先輩たちはそれに恨みを持ってる。あれさ、思ったんだけどゴール前に何人か配置しちゃダメなのかね。無得点で初戦敗退、優勝常連寮としてはさぞ悔しかっただろうな。ああ、世界中が注目する中大恥をかかされたわけだ。先輩たちはその雪辱を果たそうとしている。しかも卑怯なやり方で。大会当日ディアソムニア寮に何か仕掛けるつもりってことか。じゃあ今までのやつ何なんだ。そうだ、だから俺はその計画をぶっ潰す。でも今までのやつはそのディアソムニア寮はそれでぶっ潰すけど、もし他の寮が上がってきた時のためにその有力候補の選手たちを怪我させてってことか。話は聞かせてもらったよ。ローズハート寮長、ダイヤモンド先輩。伝統ある大切な行事を支援で怪我そうだなんて許せないな。どうするリドル君。今までのラギーの犯行も証拠がない以上断罪することはできない。ずる賢いレオナ先輩たちのことだ。今告発してもうまくかわすだろう。つまり犯行現場を抑えるっきゃないってこと。僕に少し考えがある。まずはまあそれがサバナクロールを全員怪我させるだよな。待て、知ってる情報を話はしたが俺はお前らとつるむつもり。一緒に寮作ろうよ俺とジャックとデュースで刀剣寮作ろうよ。ここに来てそれ言う。自分の寮の落とし前は自分でつける。じゃあな本当に一人で何とかできると思ってる。ああ、
久々に出たんだぞ。こいつのぐさっと鋭い一言。確かに一人対寮全員じゃ賞賛が低いよな。賢い狼は群れで狩りをするよ。いいだろう、話くらいは聞いてやる。だがもし気に食わねえ作戦だったら俺は抜けるぞ。こいつマジめんどくさ。お前が一番だよ。頑固さではエースちゃんたちもどっこいだけどね。じゃあさっきの話の続きをするよ。まず